ヌクルは近づくと襲ってくるぞ。石だな。不思議な力を感じる。できるだけ取っていきましょう。ここらで一息入れるとするか。俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い夫の気配もない。休めるときに休むのも生き残る秘訣だ。わかった。本来は交代で見張りを立てる。今回は俺が注意するから。マスターコアか。なるほど。スルドの兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。それが彼女の胸の宝石の名前なのか。そうか。お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。お前は俺たちダナが日々何のために働か。そう言われると資源を。本当に資源だけが目的ならレナの技術でもっと効率よくや。いいか、連中が本当に求精霊力だ。物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。そう、物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて、そして集めた精霊力は修霊機を経由してマスターコアに蓄えられる。ダナ、何のためにそんなことをするんだ。精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか。王を選ぶためよ。王ってレナの王様ってことか。そう、5人のスルドがあらゆる手を使って
マスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めたものが、それが数年おきに繰り返されるレナのスルドブリが。要するに俺たちダナ人はマスターコアはスルドが。冗談じゃない。じゃあ落ち着け。頭に来てるのは別にお前だけじゃない。前置きが長くなったが、レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ。それとあの剣は、マスターコアどうして剣の形を取ったのかは私にもわからない。あの剣を使うにはお前の許しがいると。私はマスターコアの活動を、ある程精霊力の供給がなければ剣は剣。それでお前の狙いは何だ。スルドでもないのに王になろうってのか。全てのスルドを倒すこと。まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。いいだろう。どの道俺たちは戦い続けるしかない。あの炎を正し、お前たち二人。いいわ、あなたたちが私に協力する。俺は正直まだ混乱してる。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。この先のウルベザクに別の隠れ家がある。同志たちとはそこで落ち合う手はずだ。俺たちも向かうぞ。見かけたら取っておけ。食い物か。助かるな。全くね。あの巨大なはぐれ、今の私たちでは厳しいわね。ウルベザクが近いぞ。弱い者いじめは好かんのだ。行くわよ。終わりよ。すまない。行くわよ。もらった。マグナル終わりな。こいつらが丸々とやるから。どういうことだ。どういうことだ。こいつら終わりだ。行くわよ。さらに行くわよ。ざまないな。着いたぞ、ウルベゼクだ。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからな。こういう、ここに次の隠れが。そういうことだ。他に誰もたどり着いてないなんて。ジェニファー、奇遇だったようだな。
なあ言ったろ、ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの？切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう、いよいよ。そうだ、失敗はできん。上等じゃねえか。俺は作戦を詰める。そうだな、あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ほらぴったり。悪いんだけどレナ人の服は置いてないの。その気はなさそうね。何か勘違いしてるようだけど、私がここにレナ人であることをやめた覚えはない。まあまあ。そうだ、ネアズに彼、私たちの中じゃ一番の情報通。ネアズ、相談が。ああ、くそ、まるで一人が足りな。って、なんだ。いや、だったら先にこっちを助けてくれないか。何をすればいいん。何でもだ、誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。詳しいことはあそこにいる奴にしょ。困っている人はいないか。何にでも首を。なあ。うん。紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ、黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。問題なさそうな相手だな。行くわよ。勝利殺。そこ。さらに撃ち込む。一度フラッシュ。見えた。終わりよ。マグナレイ。泣き払う。勝利殺。くらえ。これぐらいの相手なら問題ないな。
見誤った。公平の主あんた、あ、だ、よかった。しっかりし、もう死んでる。まただ。そこの茂みと言ったわね。これは鍋。せめて何か一つだけでも。自分は助からないのに誰かが来る。物一つ守るために命、信じる者のための命がけでも無駄になんか。レナ兵だってだ。あんたの意志は。なら行きましょう。これがレナと戦うってことか。怖くない。怖いさ。いや、奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。野宿は嫌なの。なさそうな相手だな。行くわよ。さらに打ち込む。いや、どうぞ。当たれ昇竜突。下げろ昇竜突。危なれい。うわっ、はい、泣き払う。ディエンス、まだよ。決めてやる。いや、どうぞ。危なれい。終わりだ。何かに使えそうだな。その仮面ちゃんと見えてるんでしょうね。当たり前だ。出なきゃ。何なのそれは。だ、知るもんか。昔俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし。そんなことよりその姿で今まで生きてこれた。ダナの仲間で気にする奴はほとんどいない。総攻兵は確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。だが目立たないようにしていれば。仲間が言うにはむやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れればその辺はあんたの方が。私はスルドの部下。ただそうね、その意味ではこの退屈しのぎで殺す。
まり目立つなよ。あ、奴隷が寝起きするだけの場所。あ、おう、スルド・ビエザは何、いくら手が足りないと言っても脅威を感じ、お前、紅のカラス以外のダナジ、生まれた時、いや生まれる前、不満があるなら戦えばいいわ。自分は違うって言いたげだな。確かに私たちレナにとって私には目的がある。そのな、何かあったんだろうか。どうなんだ。ああ、うん、よし、わかった。戻ったか。悔しいが俺たちにできる。ああ、それでいい。ああ、何かと思えば当たり前だが、ウルベゼクの外の荒野の先にどうやっても中にレナ人のあんたがいるなら、まあ、遺跡ね。行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。
片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。珍しい鳥だ。フクロウ、古代ダナを象徴する鳥ね。あの巨大なハグレ。今の私たちでは。野宿は嫌なの。突破するぞ。どこだ。負けない。終わりだ。行くわよ。もらった。どこだ。次。
当選の結果よ。なあ、シオンの武器はどこからって、戦いになるとただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてわからないけど、だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし。あなたダナでしょ。変化ギそれはそうだ。さっさと片付けましょう。そこラジル、もらった。くらえ、キューハ恐竜族。相手には困らないな。全部逃げ、さらに逃げた。やらせた。やっと突き止め、終わりだ。投げ払う。やっと出る。もらえた。やる。投げ払う。リエンジン食らえ。もらった。リエンジン。さあ進むわよ。今日は屋根の下で休めそうね。